マイアンが言ってたように本当におしゃれセクシーがたくさん詰まってて、同じ女性として憧れます。特に黒いランジェリー姿はいつものマイアンとは違ってすごくセクシーで、果物をギュッと握りつぶしているのも良かった、新たな顔を見れた一冊だったな、という女の子からのコメントもいただきました。ありがとうございます。すごい同性の方からのコメントはすごく嬉しいですし、その果物をね潰して食べてるシーン、私あれ一番恥ずかしかったんですけど、でもあの時に着ていたランジェリーはあのスタイリストさんにいただいたんですよ、実は。そうなので、ちょっと今後ねまたどこかで、ああなんて愛用したいと思います。今日はつけてないです。あ、もう一つ読みますね。だいぶ肌見せしてたりするけど、同性から見て全然いやらしくなくて、とにかく綺麗。どれも表情が素敵で、マイアの内面が、映し出されているように感じました。衣装も可愛いし、いろんなマイアが見れて大満足です。裏表紙にも使われていた車の一連のカットが物語が感じられて好き、というコメントもいただきました。ありがとうございます。もう一個来ましたよ。高校2年生です。めちゃくちゃ美しいマイアの笑顔や楽しそうな顔にとても癒されました。ランジェリー姿は高2の僕には刺激が強すぎました。わら、変顔とマイアらしい写真もあってとても嬉しかったです。ありがとうございます。高校2年生かわいい、ありがとうございます。そうですよね、でも見てくれたんだ、嬉しい。自分のお金で買ったのかな。ありがとうございます。